アラペさん、まばらです。本日はペットを爆速で育てていく方法、育てる方法をお教えしていきたいと思います。これはね、皆さん革命的ですよ。さあ、ペットを育てるにはいろいろな方法があると思います。お家で面倒を見てあげたり、ダイヤで買えるね、ご飯を買ってあげたり、50経験値とか200経験値手に入るんだけど、このダイヤのご飯で、そういうことじゃなく、はい、で、みんなも知ってると思いますが、この隣のね、この黒い、ペットフード、ワンちゃんペットコイン、ペットコインみたいな名前のやつなんだけど、このペットショップのこの受付のお姉さんのところで、ペットを、と、おさらばをすると、まあ、コインがもらえるっていうシステムで、このコインで買える餌が300経験値点に入ります。まあ、でもみんな、大事なペットとおさらばするの辛いし、限りあるし、なんならペットを大事にしていきたいと思ってると思います。はい、そんなね、ダイヤも使いたくないし、ペットともおさらばしたくない人に朗報です。めっちゃ簡単にね、ペット育つ。なんならババラの計算が間違ってなければ1日で、1800経験値を手に入れることができます。あーい、なるほど。それに必要になってくるのがもうみんなね無視してると思いますが、こちら草、わさびの草です。みんなも存在忘れてない？これ意外と重要になってくるんです。さあ、これを持って工房に行きましょう。こちら、トゥルン。はい、工房に行くと、わさびの草を使ってですね、まあわさびなんだけど、寿司のペットの卵を作ることができるんですね。こちらですね。5000スターで作れる方ではなくて、そうすると金がいくらあっても足りないんで、5000スターの方を忘れてください。もう一個隣の方に40葉っぱでね、作れるものがあります。こちらの葉っぱはリサイクルすると手に入る、コインっていうか、なんか葉っぱっていうか、なんていうか、ものになるんだけど、ババラみたいに長くここにいる人はいっぱい毎日、ほぼ毎日ガチャを回してると思うんですよ。ブルーのガチャとか。そういうね、ちょっといらなくなったものを断捨離するっていう感覚で葉っぱを集めてください。ちょっと始めたばっかの人にとってはちょっとこの方はね、何の役にも立たないかもしれないけど。まあ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 、いらないものはみんな持ってるでしょ、きっと。はい。で、こちらですね。わさびと米ですね。この米は、ダウンタウンのスーパーで買うことができます。はい。スーパーの中に入ってもらうと、ちょっと奥の方に行って、小麦の隣にありますね。こちらですね。まとめ買いしときましょう。小麦の隣。こちら、2スターでした。1個2スターします。はい。これ買っていきましょう。たくさん買っといた方がいいと思います。はい。何回も来るのもめんどくさいんで。さあ、これでね、作ることができます。で、ババラは酵母のね、作る枠を4つ解禁してるんで、ババラみたいに4つ枠がある人は1日で1800経験値を手に入れることができると思います。計算が間違ってなかったらやばい、算数苦手すぎて。はい。では早速手に入れたね、寿司の卵を売っていきましょう。こちらですね。寿司の卵を16コインでね、売ることができます。これを何回も繰り返すと簡単にペットがね、成長するんですよ、皆さん。最高だろ最高だろ。ちょっとこれ自分発見しちゃって、ちょっとあんなに自分天才かもしれないと思いました、自分のこと。はい。ただね、リサイクルには限りがあるんで、まあ課金してるからババラは簡単に無料ガチャ引けるんだけど、課金してない人はちょっと広告とか見て、いらないであろうガチャを貯めてもらったらいいと思います。はい、はい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 、ペットが育ちます。今日はペットを配合する日です。ゲーイ、月が綺麗あ、めっちゃ嬉しいんだけど、とうとうこの日がやってきました。ペットを育てていきたいと思います。到着めっちゃ、ちょっと久しぶりすぎてやばいんだけど、緊張してきた。これがうちのペットちゃんを大きくするマシンですね、博士。あ、魔法使いだった。博士、魔法使い。指が痒くなってきちゃった。あー、もう可愛い、どの子にしようかな。ちょっと悩んできた。ちょっと、ドーベルマン欲しすぎて、ババラ、頑張って育ててるんだけど、このラブリー、ドーベルマンを先に育てようかな。うん。200ダイヤもするんだけど、もうすぐお金なくなる。
かわいいんだけど、さすがラブリー。じゃあラブリーの子だけどこの SNS 探しても見つかんなくて廃校したバージョン、これババラ世界初なんじゃない？知らんけど。おい、めっちゃ嬉しい、めっちゃかわいい。どうどうねえ、かわいいかも。ちょっと待って、ちょっとよく見よう、うちの子。ちょっとよくよ、救急警察、ちょっとなんだろう、ドーベルマンは全員警察官とか FBI とかそんな感じの子なんだけど、この子あれだよ、救急だよ。待って、靴履いてるかも。かわいい、無線までついてる、めっちゃかわいいんだけど。はい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 、来ました。うちの激推しドーベルマンを育てていきたいと思います。こちら一番かっこいい、一番かっこいいドーベルマンに育つ、最高。だからほら、みんな見て、わさびを使うとね、簡単にほんとすぐペットを成長できる、させることができるんで、よかったらわさび集めてってください。かっこいい。これなんていうの？わかんないんだけど、どこの警察官かわかんないけど、強そう、とりあえず。めちゃめちゃかっこ、おほほ。かわいい。かわいい。傷、男の勲章がついてるんだけど。かわいすぎる。やばー。やばー。激かわなんだけど。見て、見て、見て、見て。やばくない？ちょっと待って、抱っこするわ。ちょっとよく見えるようにしてあげる、みんなに。シュワン！やばね、靴もかわいくない？つま先出てんだよ。超かわいい。でもサングラスもかわいい。どこの国かわかんないけど、とりあえず強い国。防弾チョッキも着てる。やばん。もうなんか、かわいいっていうか、なんかかっこいいっていうか、強そうだったのに、抱っこする、した途端に、ちょっと、かわいいが強くなっちゃった。で、こっちがね、ちょっと待って、ラブリーも抱っこするわ。見てほしいかも、ラブリー。え、靴が、超かわいくない？やばん。激優しい顔してるんだけど、つぶらな瞳すぎてびっくりしちゃった。かわいい、お尻もかわいい。超可愛かった。はい、では皆さんね、どうでしたか、ババラのドーベルマン。めっちゃ頑張って育てました。だけどはい、わさびを使ったことによってものすごい速さで育てることができたんで、はい、寿司の卵を作って、それをね売って300経験値を得られる餌を買って育てようっていう内容だったんだけど、結構このゲームやってる人は知ってると思うんですけど、家具をね、家具とか服とか髪の毛とか、まあ、スターで買えるもの、ダイヤで買えるものとか、ガチャで買えるものとかをリサイクルすることができるんだけど、唯一リサイクルできないのが、あれです。ホリホリ。ホリホリで手に入れたものをリサイクルすることはできません。はい、残念ながらね、昔はできたんだけど、チーター対策として、宝島で手に入れたコスチュームは一切、一応リサイクルすることはできるけど、ゼロ葉っぱなんで、リサイクルする意味はないので、ちょっとタダでもらえるからって頑張って掘ろうとかせずに、無料ガチャとか、で手に入れるものを貯めといて、うん。もう毎日ガチャガチャして、そちらを売ることをお勧めします。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったらなと思います。では、またの機会があったらよろしくお願いします。チャオブ、バイバーイ。
much